俳優の錦戸亮39が10日、都内で行われた4月11日スタートのフジテレビ系木曜劇場リベンジ欲望の果てにマイナス、毎週木曜はと10時54分、初回15分拡大の完成披露試写会&舞台挨拶に登壇した。本作のテーマである欲望にちなみ、今の欲望を聞かれると錦戸は貫禄と回答。もう40歳になるのでそろそろ貫禄が欲しいと本音を吐露。この前道端で電話をしていた時、普通に肩を叩かれて、錦戸くんですよねって声をかけられて、もっと貫禄が欲しいなと思いました。かっこ笑いと具体的なエピソードも添えた。MC は肩を落とす錦戸に、そうですか、十分に出ていますよとフォローし、客席からも大きな拍手が送られた。すると錦戸は、やめて、こんな恥ずかしい拍手はない、いじめないでよと嘆き、そこに主演の赤楚守にからも、お芝居の時は伝わってきますよととどめの一言が繰り出され、錦戸はお芝居の時はとさらに嘆いた。本作は巨大病院で巻き起こる権力争いをきっかけに様々な事件が起こり、登場人物たちの野心と復讐心が入り乱れ、人間のうちに秘めた欲望がむき出しになっていくリベンジサスペンス。赤楚を演じる主人公天道海斗、天道海斗が父親の事件をきっかけに巨大病院に牙を剥く内容となり、錦戸は日本屈指の巨大病院天道記念病院に新しく赴任してくる心臓血管外科の医師大友文也を演じる。